東京リベンジャーズラジオ。皆さんこんにちは。テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役、新勇気です。この番組は今絶賛放送中のテレビアニメ東京リベンジャーズの魅力を余すところなくお伝えしていくラジオ番組となっております。今回東京リベンジャーズのラジオも3回目となりました。前回、4月か、橘直人役の大阪さんがマンスリーパーソナリティで来ていただいて、僕も自分で、ラジオを聞かせていただいたんですが、やっぱ初回は特に、自分でやったんで分かってますけど、ガチガチに台本通りに読んで、なんならとんでもない早口でお届けしてしまったことを今反省しております。なので今日はゆっくり落ち着いて楽しく皆様にラジオを届けられたらなと思っております。でもなんか自分で聞いてて、自画自賛、まあ、大阪さんのおかげでもあると思うんですが、すごく楽しく聞けたなっていう、面白かったな、なんか自分で聞いてて、あ、ラジオだなと思いながら、なんかニヤニヤして聞けちゃったなっていうのがあったので、皆様にも楽しんでいただけてるんじゃないかななんて思っております。これからも頑張ります。ということで5月のマンスリーパーソナリティはこの方です。皆さんこんにちは、仙道敦史役寺島拓真です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来たよ。ありがとうございます。すごく落ち着いたラジオで本当ですか。まだ落ち着こうと思ってる段階でまだドキドキしてるんです。自然体ではない。自然体ではないです。異常な状態です状態異常が出てる。状態異常なんで早口なんだろうね。分かる。でも俺もすっごい早口な人だから。そうなんですか。めちゃめちゃ早口。本当は本当は本当はだからすごく分かる。俺も今状態異常です。今状態異常ですか。はい、ラジオの時そんな風には全然見えないでしょ。見えないです。実はそうなんですよ。溝中五人衆のマー君が溝中五人衆で、なかなか収録もその分散でちゃんと被ったので数回そうじゃないですか。そうなんだよ。竹道以外の4人は大体揃ってるんだけど。そうなんですよ。だからいつも僕のけものじゃないですか。いや、しょうがないでしょ。あと他の人たちも絡んでるから。僕らだけだから大体。そうですよね。完結してるからね。だから今日改めて喋れることがとても楽しみに。いや、そう言っていただけるとしてました。今ちょっと3人足りませんけど。そうなの。すいません。またそれはどこかの機会があればいいなって。そうだね。5人揃いたいね。できればね。はい。5人で何かやりたい。やりたい。やる機会も。もね、はい、惜しいとこまで行ったんだけどね。惜しいとこまで行ったんですか。そう、3人までは揃ったんだけど。あ、例のやつ。例のやつで、後でちょっと話しますか。その話もね。分かりました。お願いします。はい、じゃあ5月のラジオよろしくお願いいたします。お願いします。それでは始めていきましょう。東京リベンジャーズラジオよろしく。まずは寺島さんに東京リベンジャーズについていろいろとお話をちょっと聞いていきたいなと。何でも聞いて。よろしくお願いします。まずリベンジャーズの第一印象はいかがでしたでしょうか。怖い怖い怖い不良怖い面白いもう まさにその通り、ね、いやすごいよね。このなんていうかさ、はい、いろんな要素が絡み合い方が絶妙 で、ね、めっちゃ面白いね。いやそのさ、なんか全然関係ない話かもしれないけど、カレーとかも複雑な味の方が美味しいって言うじゃない。 いろんなスパイスが混じってる方が、だからカレーって何でも入れたらうまいっていう。うまいって言うじゃない、はい、でも東京リベンジャーズそのなんかさ、いろんな要素が入ってんだよね。不良物っていうものを中心にして。そうなんですよね。それがすごい絶妙な塩梅で混ぜられてるから、すげえ漫画だなって最初見た時思ったね。怖い面白い。いやだ不良怖い。不良は苦手って言うとあれですけど、不良とは遠いところにいらっしゃる。そうだね。なんか文化圏っていうかさ、はい、不良ってもう書いて字のごとくさ、よくないわけだよ。そうですね。そういうよくないんだけど。そうなんだけど、はい、でも文化ってやっぱあるじゃない。時代とかもそうだけど、ね、僕はもうそのいわゆる不良文化に1ミリも触れてこなかったから。あ、
じゃあ、ま、周りもあんまりいなかった。あ、そうなんですね。なんか田舎ね、さっきも作家さんとすげえ盛り上がった盛り上がってましたね。地元がほんとドンピシャで一緒で奇跡のドンピシャでこんなことないよっていうぐらい一緒なんだけど、共通のお店まで知ってるというか、なんなら行ってたみたいな。そうそう、信じられないぐらい一緒なんだけど、でもそのなんかあの地域っていわゆる不良ってあんまいないですよね。いないんだ。喧嘩に明け暮れるぜとか、学校にバイクで乗り込むぜみたいなじゃあものすごく平和な、平和、不良っぽい感じのちょっとチャラッとしたやつはもちろんいっぱいいたけど、いっぱいというか、まあ、ある程度いたけど、不良みたいな人は出会ったことがまずなかったんだよね。不良って基本周りが呼んでから不良ですもんね。そうだ、あいつ不良、俺不良だぜっていう人はなかなか漫画でしか見たことないからだからみんな結局そのチャラついた格好してたりしてても、そうそう、そこまでじゃないっていう、いい子たちというか、いい気はいいやつらみたいな。学生高校の時とかもそうだったね。あ、そうだったんですね。だからあんま出会ったことなくて、うん、ここで漫画で読むといや本当にこんな人いるのって思うんだけど、大人になってからこう出会う人たちに昔の話とか聞くと、はい、いたいたとか、そうなるらしいんですよね。そっちの人だったっていう人もいらっしゃるから、なんかいろんな噂、あのいろんな人にこういう不良の話とか聞いた時に、うん、もっとそのリベンジャーズで出てくるのって、うん、もっとすごい人たちいっぱいいたよっていう話を結構聞く、聞いたことない漫画よりも事実は小説よりって言うけど、本当に、あ、それはそれは怖いんだなって思った思いました。本当に思うけど、だから触れ合わなくてよかったなっていう気持ちと、はい、でも東京リベンジャーズ読んでると、はい、こういうところでできる仲間ってかけがえがないんだなって、本当に命がけで生きてる感じがするから、そこにやっぱ憧れというか。そうなんだよね。その今までもそのリベンジャーズを知る前に読んでた不良漫画とかでも、うん、やっぱりその男らしさとか描かれるよ、ね、友情とかが、うん、その不良ならではの心の近さみたいなのが今リベンジャーズでより描かれてるんじゃないかなと。拳じゃないと伝わらないものがきっとあるんだろうなって、本当にあるんだろうなって思うし、実際そうです、ね、うん、だからいい漫画だなって思いましたね。ありがとうございます。寺島さんから、はい、まるで原作者のようなありがとうございます。インタビュアーとして質問をっていうところで完全にインタビュアーでありがとうございます。インタビュアーとして寺島さんから見たあっくんっていうのはどんな風に思ってますか、キャラとして。あっくんはさ、はい、素敵よね。いや、かっこいいですよね。めちゃめちゃかっこいいよね。なんかその一緒にバカやりつつも、はい、その なんつうんだろう、品があるっていうかさ、ちょっと。そうですね。アニメでもなんかいろんなその感想を見てる時に、うん、あっくんの描かれ方がより細かいみたいな。あ、アク結構髪型がすごいかっこいいじゃないですか、ピンと刺してて。おしゃれなんだよね、ちょっとね、おしゃれリーゼントというか、で、うん、上品さがすごいなって。なんだろうね、その なんだろう、本当パブリックイメージというかさ、はい、そっちの道に行ってない人間だから、あの間違ってたら申し訳ないんだけど、やっぱ不良ってすげえバカだなっていう印象があるのよね、はい、基本僕もそうだと思ってます。そうそうそう、実際は違うだろうし、勉強やってる人だっているだろうし、部活やってる人だって不良の中にはいるかもしれないから分かんないんだけど、はい、でもその中であっくんはなんか一線を隠す何かがあるような。溝中五人衆の中でもやっぱあっくんとかちょっとなんか いいバランスっていうとあれですけど。そうだね。でもそこなんかさ、なんていうの、格好つけてないっていうか、そうなんだし、ね、変に線引きしてないで、みんなと一緒にやっぱそのバカも楽しめて、で、いわゆる不良らしいこともやっててっていうバランス感覚が面白い人だな。人のこと考えられて、男気もある優しいやつっていうのがあっくんだなって。だからこういうあっくんとか実際にこういう人もいるだろうから、はい、見てると不良ってなんだろうねってなってくるんだよね。いやー、そうですね、不思議な存在だよね、文化として。あっくんはとっても素敵で、素敵だなって思います。もう全くその通りだと思います。ありがとうございます。かっこいいなと思って、もうあっくん、あっくんが僕溝中五人衆で一番やっぱヤンキーらしいというか、ドラケンとかってザ男、うんうんうん、ビッとしてらっしゃいみたいなところ、そうビッてやね、ビッだよね、ビッて感じなんですけど、あっくんはなんかこうなんか親近感の湧くすごいいいヤンキー、気のいいヤンキーだなっていう、うん、だ友達になれる人、不良じゃなくても友達になれる、なれるし、なりたいなっていう、うん、頼りになるよね。竹道はどう思いますか。竹道バーだなって思う竹道こそ、まあ、今タイムリープした26歳が中身だからあれですけど、うん、きっともともとって相当な
バカだったんじゃ、まあ、バカだしどうしようもない感じっていうかね、まあもうほんと言葉を選ばずに言っちゃうけどね、そうですね、どうしようもない人だったんだろうなっていうのが、まあそれがないとこのストーリー始まんないから、はい、ね、それでいいんだと思うけど、なん竹道ってね、でもその真に持ってるものが、はい、あのやっぱりかっこいいというか熱いからこのやり直すことができるっていう、はい、本当にダメな人ってやり直そうとしたって絶対無理だもんね。そうだと思います、うん、そのたまたまその12年前に戻ったきっかけでやり直すチャンスを得て頑張れてるっていう、うん、だからずっと竹道は12年前から何も進化してなかったんだよね。そうだ、ずっと止まってたんだよね。だから中学生のまま大人になっちゃったのをこれやり直したことでやっと大人になれていくっていう人間として、だからその過程の描き方が熱いよね。熱いですね。ハートなんだなやっぱりって思う。ハート、汗ったくにならなきゃいけないなって、うん、本当そう、汗かいて涙流して鼻水垂らして時には血を流さないと分かんないことってあるんだろうなってやったことない人間が思ってますその道来なかった人間がそういう道ではなかった、はい、いやもう感動してますだからいつも。竹道ありがとうございます。あっくん以外とかで気になるキャラクターとかって 誰が好きですか。みんな魅力的な、いやそうみんな魅力的なんですよね、出てくるキャラクターが。うん、だからちょっと後半になるとさ、後半って言い方っていうか分かんないけど進んでいくと、はい、どんどん、ね、魅力的な人物出てくるじゃないですか、はい、そう東卍もそうだし東卍以外の人たちでも悪いやつもいいやつも魅力的だったりするから、はい、選びにくいなっていうところあるんだけど、誰だろう好きなの。なんかこう本当最初の方読んでて、うん、まだその 全貌を知らない状態で直感的になんかかっこいいなみたいな、好きだな、惹かれるのはやっぱりマイキー。やっぱそうなんだ、ね、あのちょっと超然とした感じっていうか、はい、どこを見てるか分かんないんだけどちゃんと人のこと見てる感じが、うん、すごいこの捉えどころのないかっこよさっていうカリスマ性というかあるよね。だから誰が声やるんだろうと思った時に、はい、ゆうくんかなるほどなと思った。すごいいいキャスティングだなと思いました。だからそう、あのマイキードラケンのキャスティングすごいなって思って、ハマりハマってますよね。でめちゃめちゃハマってる。いろんなところで話してるんですけど、うん、収録、まあ、分散でやっぱマイキードラケン竹道が一緒になること多くて、うん、本当関係性がいいし同じような感じでずっと怒られてるんですよねドラケンにユウさんが。でもこう始まるとシャッてこうパッてやるからかっこいいなっていうのと、このなんだろう、マイキーのそのちょっとずっと笑ってます。いや同い年だから。あそうか、そうユウくんと達井さん同い年だから、はい、もうなんかあんま飾らずに一緒にいられる人たちだし、はい、それこそそのなんか不良じゃないけどなんか一緒にバカやれるし、はい、お前らバカだなって言える間柄なと俺は思ってて個人的に勝手にね、はい、だからその2人でいる時の関係性が辰井さんが優くんにお前バカだなって叱ってるんだけどで俺は見てお前もバカだなって言いたいしっていうそ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 うお前が優かみたいなのがあったりして、そうその場に残されてる僕なんでバカだなと言えないんですよね。どうやったって言えないんですよ。いや寺島さんもバカですよみたいな言ってきたらちょっと面白いんだけど。いやいやもう死んでも言えないです。いや言えるよ。いや言っていいのよ別に。もう確かにマイキーかっこいいですね。マイキーもかっこいいしドラケンもかっこいいし、それを演じてる2人もやっぱりそのバカな部分とかっこよさの部分っていうバランスがあって、なんかその複雑な人間性っていうのがやっぱ面白いなって思うから、聞いててよそが聞いてるとちょっとニヤニヤし、そういう風に言ってなんか友達が言ってもらうのも嬉しいなっていうのもあったりするから、いい関係値だよなと思うよね。関係性がもう人間性がそのままキャラクターにいい感じに乗っていってるんじゃないかなって、うん、だから僕はあのね年下のメンツと一緒にやってるから、はい、溝中5人衆はもうみんな10個ぐらい下だったりするから、はい、なんかどういう立ち位置でいればいいのかちょっとそわそわする部分もあったり、やっぱりマイキードラケンと感覚的には近いところにいるわけだけど、でもあっくんとしてはそっち側に合わせていくっていうのはね、なんか面白い立ち位置でこの作品に関わらせてもらってるなっていう感じがするんだよね。溝中5人衆の中でってことですよね。そうマイキーは好きだね特に、うん、マイキーかっこいいですもんね。かっこいいよ。だって 無敵なんですもん。無敵のマイキーだよ。なんか泥臭さが、ま、あるありますけど、でもなく倒してパッてこう、うん、そうなのよ、流れるようにやっていく。佐野万次郎だよ。無敵がつくってなかなかないよ。かっこよすぎるね。アニメも早いとこでもう4話まで
4話まだ見てない方はもう今すぐこのラジオ聞くのやめてください。一回 耳閉じるって言わないと、ね、ネタバレしちゃうから、ね、塞いでいただいて10分ぐらい飛ばしてください。もう3話がマイキードラケンがようやくバッと登場してかっこよかった。4話が未来にてあっくんがうんってなる回で、いやもう書いてあるバイ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 っていう回言っていいんですもんね。竹道を落としたのもあっくんだったっていう、まあそのあっくんもなんでそんなことしたかっていうと追い詰められた結果だったって。そうなんですよね。追い詰められた末に自ら命を絶ってしまう。言葉にするの辛いよね、ちょっとね。あのシーンはこういう話ってまあこのインタビューのあれで印象に残ってますかなとか、印象に残らざるを得ないですよね。いや衝撃だったもん、原作読んでて嘘と思って、ね、進めたくなくないというか、うん、怖いと思って思ったし、この回は初めてしんくんと一緒にアフレコですねした回だった、この東京リベンジャーズで。だからあの慟哭がすごく今でも耳に残って、まだ僕らこれラジオ収録時はね応援してないから、はい、あれ見てないんだけど完成をね、はい、見てないけど思い出せるもんね、あのシーンのしんくんのお芝居が。 ありがとうございます。あのシーンの寺島さんとの掛け合いは忘れられないというか、うん、めちゃめちゃ残ってて辛かったなって。辛いよね、やりながら、うん、辛かったということなんで、ぜひね何度もご覧いただきたいシーンではあるんですけど、はい、いや面白かったな。でもここでなんか普通だったら終わりなわけだけど、はい、終わりじゃないのが東京リベンジャーズのすごいところなんですね。そこをどうにかしていく、そう不思議な感じ。なんか自分はそので竹道が進んでいるルートの中に関わっていくだけなんだけど、はい、一緒にやり直しさせてもらってるような感覚だから。ああそうか、そうなんか竹道ってすごいなってやっぱ思う、まあ、この現象がまずすごいんだけど確かに竹道と親友でよかったなあっくんって思ってる。でもこの4話のあっくんが死んじゃうところも まだあれですけど、今後の思うその竹道の中に一個残って、そうなのよね、原動力じゃないですけどそうにならざるを得ないし、まあ、なっていくところなのって、うん、そうだから僕はもうずっとね現場でも言ってるけど、はい、あっくんはヒロインだと思ってるから。いやあっくんヒロインだと思います。確実にヒロインだよね、ダブルヒロインな。僕ねトリプルヒロインだと思ってるんですよ。もう一人いるんですよ誰ですか。ドラケン。あドラケンがドラケンドラケン広いんですか。ドラケン僕は広いんです。それどうしてそう、竹道が助けなきゃいけないと思うあそうです ね、この話はねちょっとこの先の話も変わってくるんであんま深くはいないんですけど、三大ヒロインだと思ってるんで。そう考えるとヒロインっていう言葉にするなんて当てはめるのであれば、なんか いろんな人たちがヒロインに なっていくね。なっていくよねヒロインだらけそう助けてくれよなって思ってるから、もう待ってるから。泣き虫ヒーローなので、泣き虫のヒーロー待ってるよ。ありがとうございます。それではここからリスナーの皆さんからいただいたメールを紹介していこうと思います。いいよお願いします。ラジオネームエアマックスさん、ありがとうございま す, います。寺島さんこんばんは。こんばんは。アニメ通り部さん、しんくんは書いてないなんでかわいそうでしょ、春ぞ。こんばんは。僕もこんばんは。アニメ通り部様まで拝見しました。私は大好きな寺島さんが出演されるということで見始めたのですが、ありがとうございます。本当に本当に本当に最高のアニメですね。いやそうでしょ、うん、毎週胸が熱くなる展開やセリフに私の心の中で飼っている少年が暴れ回っています、うん、出てきたか。また先日配信された広瀬さんの番組でも収録について話されていましたが、未曾有五人衆のシーンは見ているこちらもすごく楽しいです、うん、そこで質問なのですが、寺島さんのお気に入りのシーンはありますか。自分が演じられた場面以外でももちろん構わないので、ぜひお聞かせいただければ幸いですということです、はい、いっぱいあるけどね印象的なシーン、はい、僕的にはちびりべ見てほしいんですよ。いやちびりべが未曾有五人衆の、はい、あそこメインステージなんで僕らそんな感じしますよね、はい、僕はまあ割とそのねキーになるシーンいっぱいあるんだけど、はい、他の3人はもうあそこでもう輝いてるから、もう暴れ回ってますね。そうなのよ、もうバカ全開だから。バカ全開で、だから竹内くんとうちの葉山が、はいはい、もうすごいガチャガチャにやってくれてるので面白いし、ちょっと笑っちゃうもんね一緒にやってて。危ない可愛いですし、そうなんか
リアリティのあるあのバカな不良中学生を、そうなんだよね、中学生なんだなってのを思い出させてくれる。そうそうそう、あのアフレコの時にさ、最初に中学生とか年齢忘れてくださいみたいなテンションで言われたからあんま気にしてなかったんだけど、チビレビやるとちょっと思い出すんだよね。ちょっと思い出しますね、うん、あこいつらバカだね。別に声とか小さくして、あの小さくしなくていいですよっていうディレクション受けてるじゃないですか、うん、そうだね、でもそのやってる流れが、あの内容が中学生らしいバカで、それを思い出されるんで。だからチビレビ見ると、竹道のその不良とか、はい、ああいうちょっとバイオレンスな世界じゃない部分の可愛らしさを思い出してもらえるので、よりあれがいい息抜きというか、ね、息抜きですよね。こういういろんな面があるんだよなっていう、どんな人だってね、はい、朝起きて飯食って学校行ってとかやってるわけだから、そうですよ、そういう部分を見てもらえるのがね、いいので、ちびりべ見てほしいですね。中学生なんてエロ本見てるんですよ。中学生はね、中学男子なんてエロ本を見てるんですよ。そうだよ、年齢制限あるものをいかにして見るかっていうワクワクをね、そう謳歌してるわけですよ。河原の端っことかになんか捨てられてました。今時なかなかないからね当時そうかないのかな。そうですよ、12年前の当時はもう見てますから。見てますか。見てますよ。広瀬さんの番組で、さっきの話ですよね。そうよ、広瀬くんの番組、今ねメールにも書いてありましたけど、はい、いただいたメールにも、ひどい番組だってひどい、そんなひどいことなんてそうそう起きるんですか。そんなないと思うでしょ。思います。あるんです僕実これ僕の実体験なんですけど、そうちょっと聞かせていただいてもいいですかね。怖い、怖かったんですよ。怖かった。気づいたら収録始まってたんですよ。気づいたらですか、はい、そのなんか大体じゃあいいですかみたいな、あるでしょ、緊張してます、じゃあよろしくお願いしますみたいな、じゃあ始めます最近みたいな、 Q があったりするじゃないですか、はい、で Q あるとさあ始まりましたみたいなのあるでしょ、はい、ないんですよ。いや怖すぎて信じられないでしょ。僕はできません。言ってくださいぜひアイドリングトークとかしてたと思ったら、はい、もうあの始まってるんで、これ1回目見ていただければ分かると思うんですけど、はい、そんなことあるっていう、そんなぬるっと始まっちゃう、始まるし、はい、何が起きても作家がいやちょっと分かんないっすっていう分かんないって分かんない分かんない、そう分かんないから聞いて、分かってるからやってんだろうって話なんだけど持ってきたの何か分かんないってどういうことだよって、罰ゲームが、はい、まあ広瀬くんの番組で広瀬優也の〇〇っていいねって、もはや宣伝するのもちょっと悔しいぐらいなんだけど見てほしいから宣伝するけどぜひ俺そこだけ広瀬くんが何かをやって、はい、あこれいいねっていう番組だから、はい、その回は、まあ、東京リベンジャーズの話もしながら、はい、2回目以降でゲームの実況みたいな感じで、はい、一緒にゲームテレビゲームをやりながら、テレビゲームしながら、そうそうそう、あいいねっていう話になったんだけど、はい、負けると罰ゲームあるのね。罰ゲーム、罰ゲームで、まあ、僕は最初に罰ゲーム受けて、はい、苦い液体を飲まされたんだけど、よくあるなんかあのテレビとかでも見るような、見るやつ、そう、もうザ・バラエティーな感じのやつだったんだけど、はい、これ何ですかって聞いたら分かんないっす。絶対知ってるじゃないですか。で見た目はねお茶じゃないのよ。え、白く濁った何かなの。え、お茶じゃないですよ。お茶じゃないよ。大体苦いのってセンブリ茶そうとかじゃない、なんかすごい真緑のっていう、そうそうそう、体にいいしで飲んでるやつじゃないですか。全然違うのよじゃあこの粉混ぜたんですよ液体にって言われて、でこの粉何って見るとパウチに何にも書いてないの。えこう何これって、マジでわからない液体を俺飲まされてるのやばあの番組で。なん、いや恐ろしすぎますね。恐ろしいでしょ。しかも事前に聞いてないのよ、罰ゲームあるみたいなのって。あんまり罰ゲームあるかも聞いてないんですか。ちゃんと聞いてなかったと思う、まあ、罰ゲームあるは聞いてたかもしれないけど、罰ゲームで何するみたいな範疇がやっぱあるじゃない、そのいやありますね、何されるんだろ そう、何させられるんだろうって分かんないから、テレビの業界のこと僕ら知らないからさ、はいはい、あんま分かんないんだけど、声優さんのやつって多少聞かされてることあるじゃない。なんか僕はありました、そう罰ゲームでこれあるんですけど大丈夫ですかみたいな、あこれぐらいだったらまあ頑張苦手ですけど頑張れますねみたいな、罰ゲームを面白にするための、はい、ちょっと聞いてたりしますね。こういう話野暮だからあれなんですけど、はい、もうこれは声を大にしていたい、マジで何も言われてないから結果虫食ったからね。虫を、虫にもレベルがあるじゃないですか。あるでしょ。なんか何食べたんですか。僕はバッタ食べました。バッタ。いやだ。あれだよ、イナゴじゃないよ。イナゴじゃ、イナ、え、イナゴの佃煮とかって、そう、イナゴの佃煮は、そう、住んでる地域によってはね、皆さんも聞いてる方でもね、長野の人とか、あ、そうですね、長野が結構、長野はよくね、召し上がられ、召し上がって聞きますよ。で、佃煮だからやっぱ美味しい、はい、見た目がやっぱりね、ちょっとしんどいっていうだけで、でも黒くガッと煮込まれる、そうそうそう、佃煮だから美味しいわけだけど、どんな、ドライインセクトです。
乾いた虫。信じられる、虫って乾くとちっちゃくなるんだよ。あのままスモールライトしたみたいにバッタってこんぐらいじゃない、イメージ。そのぐらいですね。あの大体10センチぐらい、人差し指とかぐらいですね。の3分の1ぐらいまでちっちゃくなるのよ。あ、結構ちっちゃくなるんですね。そうなの。どうなってんの虫の体って思うけど、まあ、人間も体の 70% 水分っていうから乾くとあれなのかもしれないけど、ほんとちっちゃいやつ。それでもしっかり虫なの。今そうですよね。ミニチュアのバッタ、はい、いただきました。ちゃんと食べたんですか？食べたよ。もう手に持つだけでもうわゾワゾワってなる。いや、そうだ。だって今ここにあの生きたバッタが出てきて捕まえろって言われたら無理じゃないですか。うん、まあ、結果はどうだったのかっていうのは、はい、ご覧ください。あ、そうか、いい、さすが、さすがですね。食べたとだけは言っておきます。食べたとだけは、はい、ご覧ください。僕も見たいのでぜひまたあの、そうか、いや、これから真空的には見てほしいっていうよりはあの体験してほしい。惜しかったのよ。だからそこで、はい、そこで5人揃うかもって言われてたの、最初の、あそうか、お前いただいた時点では、はい、あ、じゃあもうめっちゃ面白くしてやろうと思ったら3人で辛いことをやってた。それ広瀬くんも聞いてないんだよ、それ。その罰ゲームの内容ですか？罰ゲームの内容何にも聞いてん。あ、じゃあその勝敗によっては広瀬さんが食べる可能性もあったの？もちろんもちろん。何食うかも知らないし。その番組めっちゃ怖いですね。怖い。よく広瀬くんやってるなと思って。そうですよね。広瀬さんの番組なんですもんね。すごいなと思いました、僕は。広瀬くんすごいし、でも実際番組は面白かったので、はい、まあ、また行きたいかって言われるとだいぶ構えていきますけど。また行きたいなっていう。ぜひ 5人集まって。集まりたいね。集まりたい。その番組でもいいし、できれば違う番組でもいいし、集まりたいね。何かしらの形で集まりたいですね、はい、ありがとうございます。ぜひご覧ください。ありがとうございます。お便りは、あ、大丈夫では、これですんげえ確認しながらやるじゃん。いや、どうなんだと思って。作家が何も言わずに丸ってやってるから次行けばいいんだよ。次に行けばいいんですね。すいません。次のお便りに行くのかと。以上になりますんで、番組では皆さんからのメールお待ちしてます。アニメやラジオの感想何でも構いませんので、どしどし送ってきてください。よろしくお願いします。ここからはコーナーをやっていきます。まずはこちらから、人生のリベンジ。私、新雪が演じます竹道は、昔恋人だった日向を救うため、そして逃げ続けた自分を変えるため12年前にタイムリープします。そこでこのコーナーでは、リスナーの皆さんから、もしもタイムリープできるとするならば、いつの自分に戻ってどう人生をやり直したいのかを送ってもらっているコーナーです。いやー、やり直して。 ありますか、やり直したいこと。あるどんなことをやり直したいですか？あのグッズずっと大事に持っておけばよかったなとか。今ではまあそうね、あのレアリティが高まって、まあ別に金銭的価値はいいんですけど、はい、今あれなんで手放しちゃったんだろうとか、子供の頃だと、はい、あのカードダスとか、はい、集めてました、ね、集めてたのよ。めちゃめちゃ好きだったの。それこそ講談社さんの、僕はコミックボンボンで育った人間だから、もう大好きだ。プラモデルとかもそうだし、そういうのを、あ、なんで大事に取っておかなかったんだろうって、子供の頃ももちろん大事にはしてたけど、今とはその捉え方が違うっていうかさ。そうです。なんかやっぱ遊んじゃったりとかして、プラモデルとか壊れたりもするし、だからなんか今思えばなんであれ持ってたんだろうって思うぐらい珍しいものとかもあったから、そういうのを大事に取っておきたいですね。したかった、はい、タイムリープできるとするならば、それを大事にしまって保管しておく。はい、なるほど、ありがとうございます。それでは、リスナーの皆さんからのメールを紹介していきます。ペンネーム冬さん、私は学生時代、吹奏楽部に入っていて、運動とは無縁で生きてきました、うんうん、最近スポーツアニメを見ていて、あの頃に戻れるなら運動部を体験したいと切実に思います。大人になってからスポーツをするのと、学生時代の部活でスポーツをするのとじゃまた違った感覚だと思うのですが、2人はいかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか、いかがでしょうかということですね。あ、何やってた部活。僕サッカー部に入ってました。サッカーさっき嫌いって言ってましたよ。サッカー部なんか嫌い。そうそう、正確に言うとひがんでるだけなんだけど、かっこいいからキラキラしてて。結構泥臭いというか、僕はあのサッカーベンチ外だったので。ベンチ外ってあるの？あれは、何を言ってるんですか。1軍2軍ベンチ外というのがあるんですよ。
それでも都会で、都会っていうかさ、はい、じゃ出身が神奈川 で、 です学校が人数多かったでしょ多分。でもギリ、そうですね、高校の時、中学の時です。中学の時何クラスあった、何クラスあったかな、6、7、ほら、あ、多いですか、3だよ俺たち。少ない、あ、そうそうだ、坂さんと同じだ、同じだから3クラスよ、小学校2だよ。そしたら確かに部活一軍というか足りるかなって心配になってますね。そうです、まず本当そうなんです、部活 の、 その試合するのにあたって、はいはい、あ、まさしくその通りで、うん、寺島さんは運動、そう、僕はね、あの中学の時は、はい、あの他市 の、 あの侍の漫画に憧れて剣道部でした。あ、剣道部もめちゃめちゃ大変じゃないですか、運動量多いですよね、きつい、激きつい。だから今になってやっぱいい思い出なのかの分かんないけど、はい、まあ、あの剣道着で運動場走ったりとか。そうですよね、剣道着が僕も友達で小5、6の時に剣道をめちゃめちゃ頑張ってる子がいて、一緒にやろうよみたいなこと言われて一緒に考えたんですけど、結構道着も高いですよね。そうだね、防具とか揃えるのが、まあ初期費用はかかるんだけど、まあずっと使えるものではあるし。そうですね、でもなんかやっぱ匂いとかが大変だっていう話を、けどもうやってしまえば関係ないからね。そう、外部の人がね匂うっていうのはそれは当然だけど、やってる身としては別に臭いからどうっていうことはっていう。そうですよね、うん、重いんですかあれって。まあ重さもあるけど、それよりも痛さの方が、裸足も痛いし踏み込みも痛いし、こう踏み込みが痛い、足痛いよやっぱり、擦ってるから。擦り足もそうだし、あの面打つ時とか、面とかやる時に足ダンって踏むやつがね、あ、してますね、最初は割と痛いのよ、あの衝撃が。痛いんですね、うん、だし、あ、よからぬところに、まね、あの防具が守れてないとことかに当たるとやっぱり痛いし、はい、そこって狙うものなんですか。狙わないね、でもコテは痛いね、コテは慣れないと痛いっていうのがあったりして、やっぱ剣道部には剣道部なりの大変さ、冬でも板場裸足だし。そうか、キンキンに冷えたところに来るあの痛み、なんか縄跳びが当たって痛いみたいな。そんな感じ、近いものある、雑巾掛けもしなきゃいけないしね。あ、めっちゃ大変ですねっていうのはあったけど、はい、やっぱそれはもうそれが当たり前の世界だから、はい、でやるべきなものだし、だからでも吹奏楽には吹奏楽の大変さと面白さがあったと思うんだけどね。なんなら吹奏楽の方ってたまに走ってるの見てた記憶があるんですね。肺活量、肺活量鍛えるためにとか、うん、だからまあ、うん、でもそっか、大人になってからするのととかじゃまた別、違うと思う、絶対違うよね。今は運動ってされてますか。何もしてない作品関係でダンスするぐらいかな。チン君は。僕はフットサルやってた、今あのやっぱサッカー時期的にあれなんですけど、フットサルとあのサバイバルゲームがスポーツかって分かんないですけど、今またできないんですけど、カーキだもんね今もそう、カーキの服着てあのアースカラーが好きでそう、 なるべくなら自然に紛れたい思いがあってるんですけどそうなんだ。サバイバルゲームも結構山登りみたいなところなので、はいはいはい、あの装備を、重いよね、重いです。あのマガジン、あの断層というか、あの雑誌じゃなくて、まあ、あのこのマガジンさんじゃなくて、マガジン、あ、お、一緒か、一緒混乱してる。あの弾を入れるやつねをいっぱいつけて、総重量確か20キロとか、重銃も銃だけで7キロぐらいあったりしてみたいな。あ、そうなんだ。思って山を駆け上り下りするっていう。すごいね。じゃサッカーで鍛えた足腰が今生きてる。生きてる。最近できてないんですけどまあ今はね、今そうこの時期だとなかなかって、でもそれサッカー中学の時試合に出ることは最終的になかったの。ちゃんとした試合に出ることはほぼなかったです。ああ、そう。二軍の試合にたまに出させてもらうっていう。でもそれでもやっぱりこう嫌いにならずに。いや、嫌いになりました。なったんだ。なりました。一回サッカーはちょっと挫折したのを。ああ、もうこんなんだったらいいやって。今だから戻れるとするならもうちょっと頑張りたかったななんて。やっぱりさ、一軍にいる人たちはそれだけ努力してるわけだもんね。そうですね。だからなんか うまかったな。なんか辛い思い出を次に行っていいですか。次行きましょう。はい、かなさんからいただきました。ありがとうございます。私は中学生の頃にタイムリープして告白を成功させて付き合いたいです。おお、いいです ね。中学生の頃、友達と同じ人を好きになって一緒に告白したのですが、はい、お互い振られてしまいました。あ、しかも彼は私の元彼と一緒に来たのでとても気まずか。どういうこと。私の元彼と一緒、なので今度は一人で勇気を出して告白し直したいです。なら友達、友達、かなさんがその告白した子の前に前に付き合ってた B 君がいたんだよね。じ
で B 君と別れました、はい、で今度 A 君を好きになって友達と一緒に A 君に告白しに行ったら B 君ついてきてたって。ああ、なんだそれ、なんだそれ本当だよね、素直になんだそれ、わけわかんない状況だけど、それを改めて一人で改めて再チャレンジ、あ、そうか、一人一対一で、一対一でね、 A 君、確かにそれはそうですね、なんか余計な人たちがもうね、いろいろいろいるからさ、一緒に告白された側も嫌ですよね、だって、もしどっちか選ぶとしてもすごい気まずいじゃないですか。本当そうだよね。君でみたいな。そうだよね。じゃあかなさん。じゃあ君はなしで。いやごめんなさい。ごめんなさい。中学校の恋愛ってちょっと当時なかったからよく分かんないんだけど。中学ってでもなんか分かれますよね。なんかもう大人びてる子は、周りは確かに付き合ってる子たちいました。いたんだ。いましたね。うち田舎だからそういうのよく分かんない。田舎だからっていう区分が分かんないけど、ちょっと分かんないですね。中学の時に付き合ってたやつっていたような気はするけど、はい、何すんのって感じだった正直。そうですね、うん、その中学時代の恋愛ってでも分かんないですね。僕もなんか女性に社員になってた時期で、なんか話しかけられるだけで好きかもみたいになっちゃって、わかる、なんか普通に話してくれるだけで、あ、いい人みたいな、俺のことひょっとしてみたいな、ひょっとしてみたいな気がなくはないんじゃないかな少なからずよく思ってるんじゃないかな、いや、みんな思うよね、思いますね、まあね、あるけど女性から告白されるなんてなんだそれって思っちゃいますよね。思う、なんか分かんない、昔ながらの考えであれですけど、やっぱ男性から告白するイメージが、そうだね、まだ根強くてあるし、でもやっぱり未だになんかそのやり直したいではないけど、はい、あの頃そんななんか青春があったらなんか楽しかっただろうなって未だに思うから、はい、やっぱり学園ものの恋愛ゲームをやってしまいますそこに行き着くんですね、はい、とっても楽しい、楽しいんですか、楽しいです、今度なんかいいの教えてください。もう今はねなかなかあんまないけどね、新作っていうものが、ね、ないんだけどね、あれこれ質問何でしたっけ、何でしたっけ質問はないね、ないやっぱりリベンジしたいのは、リベンジしたいのはそういうことだっていう、昔一人でちゃんと勇気出して告白にしました、ね、告白は確かに度胸を持って勇気を持って一対一が、ね、これからもしする方がいるならばそれがいいかなと、はい、一対一でした方がいいかなと思います、ね、思います、はい、はい、ということで今回はここまでとなります、はい、なんだこのまま使うからな、はい、あどうしよう、編集させないぞえ、これ感想ごめんなさい、まだ台本をちゃんと読むっていう癖が抜けてなくて、あれ今感想別にこれ新鮮締めし、あ、締めじゃ、そうですよね、いいんだよ、締めていいんじゃないかなと思って、以上新鮮のリベンジでした東京リベンジャーズラジオ、続いてはこのコーナー、新勇気のリベンジャーズ代行、はい、このコーナーは竹道役の私新勇気がリスナーの皆さんができなかったことを代わりにリベンジしていくチャレンジコーナーという無茶ぶりです。お、何が来るのかな、何が来るのか、前回は大阪さんが来てくれた時には、はい、1分間自分を褒めまくる自己アピール、やだ恥ずかしい、恥ずかしいです、ちなみに失敗して、え、褒めるのそれとも時間を、褒めるのを失敗しました、うまくまとまってなかったっていうのと、なんかナルシズムが見えたって言われていや、しょうがねえよそれ、なんかこう嫌味な、なんかこうナルシストにならないようにしてねっていう風に最初に言ってもらって、はいはいはい、やったら最終的になんかこうちょっとだけ最後の最後でナルシズム見えちゃったでまとまんなかったから失敗っていう、厳しいかったけど、その後は、運試しっていうやつで、うん、丸が出るまでお題をどんどん引いていくっていうので、うん、なんかモノマネとかをさせられたり、過酷、出たお題、もあとなんだっけな、ヤンキー風のいないいないバーをしてみろみたいな、パッパッパッっていうので同じお題何回か引いちゃったりして、モノマネあんまりストックない中なんか2個とか頑張ったんだとかやった気が、だからもう今無茶ぶりっていう無茶ぶり染みついちゃってんだ、染みついちゃってます、無茶ぶり、作家さんも言ってましたし、ね、無茶ぶりですっていう、いや今日は大丈夫だよ今日は大丈夫ですかね、今日のじゃあお願いします、はい、やってみましょう、じゃあしんくんにリベンジ代行してもらいます、メールを紹介しましょう、はい、ラジオネームひひななさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、先日
仕事の会議に遅刻しました。はい、あれは大失敗でした。しんさん、私の代わりにリベンジしてください。はい、頑張ります。今回しんくんにリベンジ代行してもらう内容はこちら。はい、体内時計でリベンジせよ。ルール説明しましょう。体内時計ですね、はい、みんな備わってるものです。体内時計は、はい、シンくんにはですね、これから時計などを見ずにね、部屋の中にある時計とかもう隠されてます、はい、気がついたら隠されてました、しり隠してますから、それを見ずに、1分ぴったりになるよう自分の体内時計を信じてトークしてもらいます、はい、ただそれだけです。わかりました。まあ、ラジオではよくある定番のやつですね。あ、よくあるんですね。ありますね。あのね、視覚的なものでもないので、はい、1分ってね、皆さんはご覧になってたらね、あの特にインターネットラジオだと、はい、タイムが出てますから、あ、分かりやすい。僕腕時計もじゃあ一応これ外して、そう、あ、ぶっ壊してくださいそれ。いやだ、いや、ぶっ壊してないです、ね、いつ見るか分かんないからもうぶち壊してください。特によく許してください。どうか許してください。まあいいでしょう、それでいいでしょう。まあこれなかなか1分ぴったり、はい、ジャストにするっていうのはね、コンマとか難しいので、はい、誤差2秒まで。2秒OK です。なんで58秒から1分2秒までなら OK です。そこまで、いや、 4秒間か、はい、4秒間の猶予が許されています。はい、で今回トークテーマなんですけど、はい、僕はねこういうの良くないって言ったんですよ、絶対やめてって言ったんですけど、はい、トークテーマは寺島拓磨の好きなところよっていうね、もうやダメだって、そういうの良くないよね。嬉しくないですか。いや嬉しくないとかっていうかさ、はい、いややってみる。いやでももう僕そんな知らないでしょ。でも別にでも知らない中でも、あ、僕でも寺島さんのこと好きというか、素敵な先輩だと思って、いやー参ったなー。いやもうそんないいんだよ。それをこれから1分で1分で足りるかな。1分でどうかな、どうかな、1秒に1個だったらもうね、どうしよう、60個言えちゃうから。30秒とかで終わったらすごい悲しい、悲しい。ってなってます。そんなことにはならないと思うんですけどね。まあ、僕はねあんまりこう好きなところとか言われるの慣れてないので、はい、ドギマギしてしまいますけれども、はい、まあまあどんなものが出てくるか分かんないんで楽しみにしていますね。わかりました。ラジオネームひひななさんのためにもしっかりとリベンジをしてください。はい、リベンジしていきます。これリベンジ、これ合ってる、このリベンジ、まあ、体内時計その遅刻しない時間感覚っていうことですよね。そう、もうあるし、ある意味この会議のプレゼンっていうのも、あ、そう、ちょっと含まれてはいますから、まあ、ちなみにこの1分の間で、はい、僕がちょっかい出す可能性がありますので、あ、ずっと触りっぱなしじゃないんですね。僕がでも、やだとか言うかもしれないから、やなんですか、もっと言ってとかあるかもしれないから、僕に惑わされないように、いや難しいな、頑張って1分トークしてください。わかりました。じゃあもうやっていくよ。お願いします。いきましょう、はい、新勇気のリベンジャーズ代行スタート。ねえねえ、あ、もうちょっかいですか。早い、ちょっともうめっちゃくる。初めてお会いしたというか、その お話しさせていただいた時から、はい、もうその好きでした。いや好きでした、優しく、ちょっかいだ、すごいちょっかい、優しくしていただいたところから、もうあの第一印象からすごい素敵な先輩だなと思っていて、前回あの東京リベンジャーズの宣伝で、WSB 僕がね MC やらせてもらってる番組の方にお邪魔させていただいたじゃないですか、うん、その時にあの先に待合室で待ってる時に、別の収録されてる時にずっとこう、なんだろう、すごいスムーズに喋られて、すごくなんだろうな、トークが上手なんだなっていう、なんかこういう風になりたいって思って何も見ずにずっと喋ってたので、前日練習してんだよ。だとしたら努力の天才じゃないですか。おより好きになりますね。うまいな。でその収録アフレコでも、はい、4話のシーンをさせていただいて、うん、あの大人のあっくんっていうところのお芝居で絡んだ時に、そのあの状態のあっくんのちょっと痩せやつれたすさんだところと、元のそのあっくんの優しさっていう兼ね備えたそのセンシティブなお芝居の掛け合いがすごく印象に残って、わあ嬉しい、なんかあのお芝居として楽しかったな、はい、すごく、いや、なかなかこう先輩とこうお芝居がっつり絡ませていただくって、 なかなかない機会というか、うん、で初めてその寺島さんと掛け合いだったので、それもすごく印象に残ってて、嬉しい。でその後もその WSB の時も、うん、ゆうさんになんか連絡 LINE していただいた、気にかけていただいたとかいう話も聞いて、ギャ、好きにならざるを得ない、いや好きにならざるを得ない、あ、そろそろおしまい、まだ足りなかったんですけど、時間が来ちゃいました。これね、そういうゲームですからね、当然ですよ。ああ、まあそうですよね。え、嘘、怖い怖い怖い。いやそうですよね。いやそうなんですよ。しんくん、やっぱ体内時計自信あります？
当てていいですか、はん、1分28秒ぐらいかなって。おお、1分28秒、ちょっとやっぱりでもさ、なんか言いたいとか話区切りつけたいから、はいはい、もうオーバーしてまえぐらいの勢い感じたから、はい、それ分かった上でやってたんだよね。そうです、あのしゃべり、あの、うんうん、好きなところをちゃんと喋りたいと思って、はいはい、だから今回、まあ、1分っていう規定だったけど、逆に言えば新君的には1分30秒の規定ぐらいで、だから僕今あの 当てたらある意味足りない時は合ってるじゃないですか。そうだね、だからそういうことだよね、今回合ってればいいわけだから、だから1分30秒でそう、1分30秒の規定だったら28秒でも誤差2秒だから合ってるわけだよね、はい、どうでしょうか。なるほどね、いやすごいよ、気になるタイム発表しましょう。はい、お願いします。なんと新ゆうきくんの今のトークのタイム、はい、1分はい50秒。削ってた。いや、まだでも全然足んなかったですね。でも俺の中ではなんか2分過ぎてるかなと思ってたから、しんくんの方が逆に近いんじゃない？俺よりは。そういう意味ではあとちょっとだった。誤差20秒です、はい。僕は自分からねえねえって言った時点で僕はもうダメでした。足りない時振りまくってた。思った以上にちょっかいでうわって崩されちゃったけど。いやでもなんかね、中身もすごいしっかりしてたので僕はすごい嬉しかったです。いやでも本当にそう思って、まさかこうゆうさん捨てで、うん、その気にかけてくださるなんて思わなかったですし、お芝居こうやって掛け合いさせていただいて楽しかったなっていうのをずっと言いたかったんですよ。いやでも逆にゆうくんとか、はい、ケンプロダクションってその縦のつながりがなんかすごいしっかりしてる事務所って印象だったから、はい、そうなんですかね、なんかそういうお声は聞いたりしますし、ゆうくんからも「いやうちの若いのよろしくね」って言われたこともあったから、いいやつだなと思ってっていうのがあったっていう話です。いや好きな先輩方に囲まれてリベンジャーズよかったね、よかった本当に。ということで、はい、ちょっと、まあ、失敗しちゃったんですけれども、はい、まあ、僕は嬉しかったんで成功です。やった、成功です。成功でやった、成功です。やった、これじゃあリベンジ成功ということで、はい、以上新ゆうきのリベンジャーズ代行でした。東京リベンジャーズラジオ、東京リベンジャーズ告知。ここからは東京リベンジャーズに関する情報をお伝えしていきます、はい、まずは原作情報です。東京リベンジャーズは、週刊少年マガジンにて好評連載中、単行本は第1巻から最新第22巻まで絶賛発売中です。さらに東漫初の公式キャラブック天上天下も発売中です。ぜひ手に入れてください。続いて放送情報です、はい、テレビアニメ東京リベンジャーズは MBS、 テレビ東京、 BS 朝日、 ATX 他にて絶賛放送中です、はい、各配信サイトでも配信中です。詳細は公式サイトをチェックしてください、はい、そしてテレビアニメ東京リベンジャーズ YouTube チャンネルが開設されています、私新ゆうきの体当たり企画をお届けするYouTube や、涌井健先生完全監修のミニアニメちびりべですね、うん、見れたり、このラジオのアーカイブも聞くことができるのでぜひチェックしてください。続いてパッケージ情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズブルーレイ &DVD が6月16日より発売となります。アニメ書き下ろし三宝セケースに加え、なんと涌井健先生による書き下ろしオリジナル漫画ほか豪華特典満載です。マジか、読みたい。特製ブックレットはスタッフインタビュー、キャストインタビュー、設定など68ページにわたる大ボリュームの予定です。大ボリューム、どうぞお楽しみに、はい、続いて CD 情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズのイメージソング CD が発売となります、花垣武道や佐野万次郎などのイメージソングが収録されたテレビアニメ東京リベンジャーズ EP01 が7月21日水曜日に発売、そしてバジケイスケや松野千冬などのイメージソングが収録されたテレビアニメ東京リベンジャーズ EP02 が9月15日水曜日に発売されます。さらにオリジナルサウンドトラックも7月7日水曜日に発売となります。すごい、皆さんお楽しみに。待って待って待って、急にバジ君とか千冬行っちゃうのですね。待って待って、この何人か飛ばしてない飛ばしてる方がいるけど、どうなるんでしょうね。続々と増えていくんでしょうね。どうなんでしょうね皆さんね、楽しみにしてて、まずは竹道たちの歌を、竹道たちの歌お楽しみください。お願いします。以上東京リベンジャーズ告知でした。東京リベンジャーズラジオ、
お送りしてきました東京リベンジャーズラジオエンディングのお時間です。終わらないで聞こえてくるどこからか。僕も終わりたくないです、うん、初めからやって。あ、それはちょっとしんどいしんどい。もう一回ゆっくり喋っていきたいと思います。はい、今日ゆっくり喋れてないかもしれない。全然喋れてない。本当なんか結構な大ボリュームでしたよね。あ、本当ですか。僕がすぐ脇道そらすの好きだからいやでも楽しかったです。いやめちゃめちゃ楽しかったです。シンプルに楽しかったです。まだ全然語り足りない感じが。ああもうそれは次回。そうですね、次回も、ね、まだあと1回やれるんだからありがたいよね、はい、お願いいたします。はい、いやちょっと楽しかったですね。なんか 地元のトークできるって言ってもすごい特殊よ。特殊ですよねこの作家さんと僕の地元が町単位でしょ。だから自治体単位だからもう そこが、うん、 そこで再会してって、うん、しかもかなり久々のお会いだったのね。そう前回お会いしたのもすっごい前だったので僕もそういえばっていうぐらいのレベルだったからそういうなんかいいなと思っちゃいました。ではしんくんの、はい、小学校とかの同級生の方からの連絡もお待ちしてます、はい、そうですね。 どこかの誰か見てるか番組宛てにねメール送ってくれたら読むぞそれ聞きたいな。おーってお前か面白久しぶりだな。今でも交流ある友達とかっている？いやー、神奈川だったらいるか。あ、でも小学校の時仲良かった子は全然会ったり連絡もまあ1年に1回あるかないかですけど、うん、でも仲いいやつはいますね。あーいいことだよ、大事にしよう。ダンサーかなんかやってるわけです。確かダンサーすごいじゃん。東京ら辺にはいるはずなんですよね。ら辺東京なんか神奈川も東京ら辺だけどねもう感覚イメージ的にははあそうなんだ、いいね、はい、そういう話も聞いてみたいなと思いました。そういう人から連絡したらめっちゃ嬉しいです ねということで、まあ、番組では皆さんからのメールをどしどしお待ちしております、はい、アニメやラジオの感想を各コーナーまでメールを送ってください、はい、メールは番組サイトの投稿フォームから簡単に送ることができます。もし直接送る場合メールアドレスはすべて小文字でtoman@onsen.ag tomanonsen.ag です。はい、さてこのラジオは隔週土曜日に配信しています。次回配信日は、2週間後の5月22日土曜日です、はい、次回のパンスリー次回のマンスリーパーソナリティも平島さんですすいません僕そういうの好きですよ入れ替わって面白くないですパンスリーマーソナリティいやすごいスムーズにパンスリーマーソナリティになっちゃったパンスリー響きが、はい、さらにこの番組ですが温泉プレミアムで限定のおまけトークを聞くことができます、はい、皆さんぜひ温泉プレミアムに登録しておまけトークもチェックしてください。お願いします。面白かった。面白かったですね。何分になってんだろう。僕なんか枠考えなくてなんか時間そんなに考えなくていいですよって番組になると、はい、いっぱい喋りたいしいっぱい聞きたくなっちゃうからさ、それすごいな時間になっちゃうんですよ。なんかこう喋りたいことあってもこ うまく言葉がまだ出てこなくて、まあなかなかね、最初そうだったり。もちろんもちろん。そうな、あ、よかった。もう全然ダメですよ。もうなんかどこからそうスムーズに慣れてくるものなのですか。今でもできてるか分かんないもん。いや今一人喋りのラジオとかめちゃめちゃ早口になっちゃうから喋りが先に行き過ぎちゃってめっちゃ噛むもんね。さあそっか、喋りたいことが先に出てきて。そうそうそう。あでもそれはなんか分かる気がします。なんか詰まっちゃうんですよね。喋りたいことバッて出てきて、そうバッて出てきて繋がんなくてバシャってなっちゃうっていう。なっちゃう。じゃあその辺もおまけトークで喋っていきましょう。ああ、しますか。ありました。というわけで東京リベンジャーズラジオはここまで。お相手は花垣武道役新勇気と仙道敦役寺島拓馬でした。それじゃあ解散。